早稲田大学の朝日でございます、えー、今日はですね早稲田エッジスタートアップセッションということで、えー、この時間を頂戴しております冒頭私、えー、この早稲田エッジの人材育成プログラムの副実行委員長を務めているということで、えー、ご挨拶をさせていただきますどうぞよろしくお願いいたしますそれでえー、っとまず私の自己紹介なんですが、えー、理工学術院の えー、学部は生命科学科大学院は生命科学専攻ナノ理工学専攻5年一貫性の先進理工学専攻の教授を務めていますそして、まあ、経歴があるわけですけれども、えー、その下の方に資格でやっている、えー、ムーンショット型プログラムだとかエラトーだとかスタートだとか、まあ、いわゆる研究者の典型的な研究者ですしかも、えー、基礎から、えー、それから実践までやるという研究者なんですがその私がなぜこれをやってるか なぜやっっていいいいるかととととうことをちょっと触れたいと思います早稲田大学は2014年に文部科学省からエッジプログラムというのを採択を受けて舵を切りましたそれはどういうことかというとそれまで早稲田大学でスタートアップやベンチャー企業を育成するというのはビジネススクールが主であり理工系というよりはむしろ文系の人たちが活躍していることの方が多かったですで理工系の場合はベンチャー支援ということで TLO という部署がやっていたりして どちらかというと、その企業とかベンチャーに興味ある人たちだけがターゲットとなっていたというのが、当時の人材育成プログラムが始まる前夜ですで。そこに文部科学省のプログラムが出てきて、早稲田大学がそれに応募をして、そして採択されたところから、早稲田大学の歴史が変わりました。 この2014年から17年のプログラム、エッジプログラムと言われていまして、えー、グローバル・アントロプレーナー育成促進事業、これをエッジプログラムと呼んでおります。えー、このプログラムには、日本から13の大学が名乗りを、えー、採択されて、それぞれの大学が特色を生かして、えー、プログラムを展開しました。そして、われわれの中では、早稲田エッジのビジョンというのは、当時は SDGs もない頃です。まだ言われてない頃から、えー 研究成果、アイデアを自ら創出するだけでなく、地球規模の視点でビジネス創造し、地球市民一人一人の幸せの実現に貢献できる人材を育成するということで、今言われているウェルビーングとかいうものを先取りしたような形で、我々は美女に掲げておりました。そして最後のミッションとしては、えー、延べ100人ぐらいの、えーあ、延べでですね、250名、2年半で250名ぐらい このプログラムに参加するまたは受講するというものを作って起業家年2年半で3社以上というものでしたが2年半の間にこの予想をはるかに上回るものの実,践実現することができましたそこで大学としてはこのプログラムが終わった後文科省の支援がなくても永続的にできないかということでグローバルエデュケーションセンターというところで 日本ではままずないいと言われているコースを作りましたそれは何かというと学部生、修士の学生、博士の学生が学術院を超えて誰でも受講できるということにしましたこれは当時画期的ですし今でもなかなかできないと言われております。 その中にはステージ1から今ステージ4までありますが意識醸成それからアイディア図創造ビジネスモデル仮説検証のエッセンシャルとプレミアムというような形でそれぞれ2単位ずつこの123から2単位ずつ取ってステージ4もしくは産業産学連携科目で2単位を取ればコース認定が受けられるというものになっております。これが当時 2017年の4月に始まった当時の科目で今はこれがさらにバージョンアップされたようなものになっていて今も学部生から博士の課程の学生までが受講できるようにそしてどこの学術院の学生でも受講できるようになっているというのが特徴ですそしてその後半年遅れぐらいで公募が出ました これがエッジネクストプログラムです2017年から2022年までということで昨年までの昨年の3月までを、えー、行われたものですけれどもこちらの方では今度は一つの大学ではなくていろんな大学が手を組んでコンソーシアムを組んでアントロペーナー,ー、えー、を育てるというもので次世代アントロペーナー育成事業とエッジネクストという名前で呼ばれております。えー、こちらは 5つのコンソーシアムしか選ばれておりませんその中で早稲田大学は私立で唯一選ばれましたそしてこの5年間今度は対象をエッジネクストというのは実は理工系がのテックベースの大学院生を育成というのが主だったんですがその後ですねやはり日本全体をスタートアップベンチャーそういうような ものを育成またはアントレプレーナーシップを持った人材を育てるんだということで裾野を広げ,なくて広げないと日本はまずいんじゃないかということでこれができ,たできたわけですで対象が、えー、それまで大学院生だったのが学部生まで広がりそして、えー、若干高校生とかも入ってもいいというようなものでした。 先ほど言いましたようにこのプログラムができる前から我々は学部生を対象に、えー、授業をカリキュラムを組んだわけですでそして、えー、エッジネクストで全部の大学13の中から、まあ、いくつかが勝ち残ってやったわけですでそして我々が掲げたものは上にあるような先進的な教育手法を結集した企業育成プログラム体系を確立する実践を超えた実践による 実践、的を超えた実践による企業教育を実現する。失敗を恐れずチャレンジする企業文化の情勢に貢献するええ。各地域でのベンチャーエコシステムのハブ形成を貢献に貢献する。学内で位置づけを確立し、複数財源の下で持続的な教育体制を構築する。これらにより世界トップレベルのアントプレイナー育成拠点となるということを掲げました。えそして、えー、今日、 これから私の,このプレゼンの後に続く若い,すい,ません若い学生たちは学生もしくは学生を卒業した人たちはこのエッジプログラムもしくはエッジネクストプログラムで育った者たちですそしてそれぞれ世代を超えて分野を超えて新しい新規授業に今挑戦しているわけです。 で私が先ほどなぜやるのか、なぜ大学の中で基礎研究から実践研究をやっているガチガチの研究者がこのアントロペーナーシップを持った人材育成に力を注いでいるかというとやはりここに挙げているようなアントロペーナーシップを持ったとっいうような人材というのは私は今、ちょっと4つに分けますとアントロペーナーと、まあ、まさに起業する人、これは分野を問わずに。 企業家でですねでイントロープレーナー、これは大大きな企業、既存の企業の中で新規事業を立ち上げて、えー、いわゆる会社の面をかけるような大,、えー、大きなプロジェクト、新しいプロジェクトを打ち出す、またはこの時代の流れが早い中で新規事業を立ち上げて新しいビジネス展開をできる勇気を持ったそのような人材もやはり大企業にも必要なんですね。これはイントロープレイーナ,ー、まま、ーナー。これは まあ私みたいな学者です、えー、大学に残ってえ人材育成研究をやりながら人材育成をやっているような学者を増やさないとこれもよくないでそのためにはやっぱりアントロペナーシップも大事であるとそれからソーシャルアントロペナーよくソーシャルアントロペナーっていうとお金儲けすると違うんじゃないかというような誤った特に日本の場合はあるんですがソーシャルアントロペナーこそですねお金を持続的にえ持ってないと その社会課題を解決するっては止まっちゃうんですね要はその人がいなくなったら終わっちゃうんですでそうじゃなくてやっぱり授業全体が本当にいいものであれば人が変わっても続くそのためには資金が必要なんですでそれを生むために会社を作って、えー、社会課題を生み出すというのは非常に重要だというふうに思ってますですから私はこの今4つの えー、人材これはまさにアントロペーナーシップを持った人材であり大学がこの人材育成に、えー、果たす役割というのはものすごく大きいというふうに思っておりますそのようなあ形で、えー、ずっと本学早稲田大学はアントロペーナーシップを有した人材を育成すると同時に立ち上がった学生た、えー、若,若い人たちに何らかのやっぱりサポートをでき,、えー、できたらいいということで えー、私も大学の教員をやっております、そしてここの育った起業家たちが大成功して、そして次の学生たちをまた刺激をあげ与えてくれて、育てるのに協力してくれたらな、これが早稲田エジジ育成プログラムラのエコシステムの形だというふうに思っております。 長くなりましたけれども私のこのエッジの前夜から今現在ある流れを説明させていただいたことでご挨拶とさせていただきます今日はどうぞゆっくり楽しんでください以上ですはいありがとうございまし